まで理解して演奏できるようになったら、次は16ビートですね。今回は16ビートを理解しようが目標です。8ビートの解説でもお話ししましたが、私の動画ではストロークの解説でこのような図が出てきます。この図はストロークパターンを表示したものです。この図はもちろん16ビートの図ではありません。今回はこの図を使って16ビートの解説をします。4分の4拍子ですから、1小節で4拍になります。16ビートは1拍で2往復弾きます。つまり16分音符を16回弾きます。4ビートは4分音符、8ビートは8分音符、16ビートは16分音符でリズムを刻む。理論上は何も難しくはないですよね。でもなんで16ビートだけ16ビートで16ビートじゃないんでしょう。私は16ビートの方が言いやすいんで。さて、16ビートは16分音符のリズムですから、1拍で4回、1小節で16回弾くわけです。8ビートの2倍弾くわけです。当たり前ですが、曲のテンポが同じなら、8ビートの倍の速さで弾き手を上下させないと、16ビートになりません。つまり、8ビートの2倍。難しいわけです。は2拍目の最初のダウンに置きました。16ビートを弾く時のポイントはしっかりとリズムを持つことです。8ビートではストロークのリズムをタタ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 やタンタタンタタンなどで表現してきました。そのリズムです。16ビートも同じようにリズムで覚えましょう。16ビートは8ビートの倍速で弾きますから、リズムも8ビートの倍になります。16分音符で16回のリズム。タタ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 。これではよくわかりませんよね。なので、16ビートのリズム音はジャンジャカで表示していきます。16回全部弾くことは多くないと思いますので。最もオーソドックスなストロークパターンで解説します。これさえ弾ければ、16ビートは OK というくらい、多くの16ビートの曲が弾きます。リズムは、ジャンジャンジャンジャカ、ジャカジャンジャンジャカのパターンです。上の図はいつもの説明と同じものです。実線の矢印は弾きますが、点線の矢印は弾きません。音符で表示すると、ジャンが8分音符で、ジャとカが16分音符。ジャがダウンストローク、カがアップストロークになります。このジャンジャンジャンジャカ、ジャカジャンジャンジャカのリズムをしっかりと覚えてください。動きは一定です。ジャンの時もジャカの時も同じテンポで上下します。これは8ビートの時と同じです。図を見ながらでしたら初級者の方も弾けますよね。しっかりリズムを覚えていないと途中でわからなくなってしまいます。ではリズムの覚え方を。16ビートは4拍で右手を8往復させます。まず
一泊二泊のじゃんじゃんじゃんじゃかを覚えます。もちろん手の振り方と一緒に覚えます。そして三泊四泊のじゃかじゃんじゃんじゃかを覚えます。今回は16ビートの基本を学ぶ動画ですので、この他のリズムパターンは解説しませんが、どのリズムパターンでも同じように一拍二拍と覚え、そして三拍四拍と覚える。こうすることで16ビートのリズム感を身につけることができると思います。そしてもう2つ16ビートをうまく弾くためのポイント。1つ目は腕だけではなく手首を使って弾くこと。これは16ビートを弾くだけのことではなく、どのリズムを刻む時にも共通することです。先ほどのストローク解説動画は手の動きを知ることが主なので、手首を使って弾いていません。2つ目は、必ずしも4弦すべてを弾かなくてもいいですよ、ということ。って思いますよね。もちろん、4弦とも弾いても問題ないのですが、例えば、アクセントがあるストローク以外は、2弦だけ弾いても OK です。それは、リズムパターンがしっかり刻まれていれば、すべての弦の音は弾かれていなくても、16ビートのリズムやコード音が感じられるからです。また、そうすることで素早く弾きますし、強弱がはっきりし、リズム感もよく聞こえます。今回は、16ビートの基本の知識と、代表的なリズムパターン、そしてうまく弾くためのポイント、リズムパターンをしっかりと覚える。16ビートは、8ビートの倍の長さになります。1拍2拍3拍4拍と刻み、テンポよく覚えましょう。腕だけではなく手首を使って弾く。16ビートだけではなく、どんなリズムストロークにもしなやかな手首使いが必要です。すべての弦をいつも弾くわけではない。その方が、より強弱を感じて、リズミカルに聞こえる。16ビートの基本と、最初に覚えたい、リズムストロークと、16ビートを弾くためのポイントをお話ししました。16ビートのストロークパターンと弾き方の解説も準備しています。